これもねちょっと面白い話が聞けるんじゃないかなと思います。続いて、えー、まあ昨年のヤクルトスワローズはマークが太子だったり、オスナ選手だったり、はい、あの外国人選手活躍しましたけれども、今回はですね、過去にヤクルトに所属した外国人選手で印象に残っている方というのを挙げていただきました。うん、ヤクルトファンにとってはね、すごい懐かしいなっていう名前が出てくるかもしれませんこれ覚てない人いるじゃん、いっぱいいるんじゃないかな。<laughs> ちょっとね、そういう方もね、うん、はい、ぜひぜひ。そしてじゃあ井原さんから見ていきましょう。はい、印象に残った選手こちらです。 はい。 うわー、ホージ、ハッカミ、ロブロ、ホッチスロブロなんて一年しかやってないですからねそうですよねホージって言ったらやっぱさ、僕らが子供の頃というか中高、中学校とか高校ぐらいの時にもうチンプレー、コープレーといえばホージみたいなところあったんで僕一緒にやってないんですけどめちゃくちゃ残ってるんですよすごいなんか明るい陽気な選手さんですねお写真が出てますで覚えてますなんかグリップに当たってヒットになったそうそう、そう、日本シリーズがないからねネットボールって言ってさ、そのまま痛いふりしてもいいのに 正直、明日のコージーの姿とか見て、僕すごい印象に残ってますね。えー、これ、一緒に、わあ、すごい。うん。かずしさん、ノーヒットノーランか、なんかやった時じゃないですか。あお二方とも、チームメイトとして、こう、やってたわけではないんですか。やってたわけじゃないで。でも、今度から、僕たまたま、その後、ヤクルト入ったんですけど、たぶん入れ替わりぐらいなんですよ。うん、ヤクルトのイメージ良かったので、なんか、こんなチームに入れて、嬉しいなっていうの、覚えてます。えー こういう外国人選手いると、すごいチームがね、明るくなりますよね。ぱっと、ね。絶対なる。はい。そしてジェイソンハッカミ。ハッカミ、カミこれがね、男前で。はい。僕ね、ハッカミと結構ご飯食べ行ったんですよ。ね、<ー>アメリカ。人の選手が行くようなお店とかで、そこで僕ちょっとね。美味しいご飯とかもいろいろ教えてもらったので。<ー>ティーボーンとかね、うん、あの、いろんな。 ちょっとステーキとか美味しいの食べてこれいいなアメリカ行きたいなって思ったの覚えてますね。じゃあ結構交流があったねはい投手とものすごくイケメンなんですけどねユーモアを持って楽しくて男前でっていう中でものすごいイメージに残ってますさあそしてじゃあ先ほどもちょっとお話ししていましたがロブロが1年しかやってないんですこれ不思議とね僕ね入ってきた時に彼はもうメジャーでコーチなり監督にやる選手だって言われてたんですよ。 <で>うん、僕アメリカ行った後にアメリカって結構ね選手の時代からこいつは将来こうなるっていうのかなんか言われてて、うんはい、でそのアメリカいる時も選手からもうそのまま監督になった人もいるし彼もそのうちの一人で、うん、なんでそんな選手の時期に監督になるんでわかるんだと思ったんだけどその前にボスト,のボストンのどっかのコーチやってて僕マイナーにいる時にマイナーの監督とかもやってたんですよ。はい で覚えてるかってよりは思い出したっていうので、うん、その後順調にやっぱあの監督になりましたね,ねロブロさんうのものすすごいインパクトに残ってます、うん、あのロブロさんその2000年のみだったんですけれども、うん、これやっぱ成績見るとホームランも1本とかそんな決して残してるわけじゃなくて、うん、アメリカでもじゃあ派手な成績残してるかって言ったらそういうわけでもなくて。 やっぱそういったなんていうだろう選手としてはそこまで結果出してないけどもそういうじゃないところでなんかフロントの下見てるのかなと思いました、ね、そうです。素質みたいなものを、うん、で去年もその優秀監督賞みたいなものも受賞されてるみたいで,でねで嬉しいなというふうに思ってます。はい、キラの投手とのこの写真ありました。うん、そしてホッジス投手。ホッジスはね本当にま最多賞も取ってますよね多分ね、はい、一緒にやったもう本当にいいピッチャーっていうの、うん。 と、あとね。彼は結構日本に日本にね。すごく馴染むのが早かったというか<ー>面白い選手でしたね。<ー>で、一緒にカラオケとかもね。当時行きましたし、まあね。うん、歌が本当にこういうとく行っちゃう。良くないですけど、僕もそうなんですけど、めちゃめちゃ下手なんですよ。はい、下手なんですか？上手 <laughs> いっていうかと思いました、ね。下手なんですよで。<laughs> 当時ねバックストリートボーイズが流行ってる時ぐらいだってんでホッチス行って「ちょっとお前バックストリートボーイズ歌えよ」っつって「オッケー任せろ」って歌ってたと, <laughs> もとてもじゃないけど聴けない歌だよね」っていうので音程が全然合わない <laughs> <laughs> すごい甘い声で、上手に歌うのかなって思ったら。全然真逆なんですよ。はい、もう、もう本当に愉快でね、溶け込むのも早かったし。めちゃくちゃいい。はい、石川投手も一緒に。やってます。よね歌、聞いたことある。いや、ない。はい、下手だったの。めちゃ下手くそ。まあ、俺も人のこと言えないから、まあ、まあ、あえて言うんだけど。はい。でも、ホッチさあれですよ、僕優勝した時、あの、おめでとうって連絡来ました。ええ。 ああそう。電話番号僕も僕変わってなかったんでずっとオフィスからショートメールでおめでとうよかったねっていうえ今回の優勝でってこと。今回の優勝ですか。<ー>まあの前キャンプで数年前にあのキャンプに来られてそごい久々にホッチーっていうお前まだやってんのかみたいな感じで。ホッチーね多分西部のなんかスクールとかなんかもやってる時あってだから僕アメリカにいる時もなんかねちょっとあったりとかもしてたんですけども。お、はい、コングラチュレーションできたんですかおめでとうって。 多分あの翻訳したんでちょっと何度も言え言えなかったんですけどそんな難しいな送ってこないこなわかりやすい英語であのくれまして良かったね的なやっぱ英語でですねはいありがとうございます顔マークみたいなんででは石川さんの印象に残っている外国人選手見ていきましょうこちらですはい三人挙げていただきましたいや俺もこれ挙げたかったなでもなかっやなまずロマン投手はいロマン投手本当にあの ナイスガイすぎるほどナイスガイでいま<ー>だに連絡取ったり取り合ったりするんですけど<ー>本当に日本にと溶け込もうという気持ちがすごく強くて<ー>本当にこうチームのリーダー的な存在もしてくれて<ー>あのすごくこう外国人選手との他の野手との橋渡し的なこともしてくれましたし<ー>あのすごく面白くていい人ですね。へ<ー>へー 重ななってないですね今背番号見ての通りね53番つけてたんで僕がいなくなった後に多分ロマンがつけてやっぱ53番つけるやつはいいやつが多いっていう<笑><笑>まあそういうふ、ね、う,いう風にしとこうかなっていう、うん、はいそうですねナイスガイということで五十嵐さんもナイスガイっていうね、うん、はい感じですねはいさはいはい次です、ね、はい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 ロバはいロベルト・ペタジーニ選手、うんうん はいやもうものすごく選球眼良かったんで、うんまあ本当いいところでもフォアボール選んだり、まあ、長打も、うん、まあ僕1年しかやってないですねあそうなんだ、うんはい、そうか2002年までですね。す印象があって、うん、まあ特に彼の印象が強いのは甲子園球場で僕先発の日にあの、まあ、投げてたんですけども、まあ、あのなんていうんですかね、うん アリアス選手にあアリアス選手,に選手じゃないです、うん、阪神の選手あピッチャーがペタジーにデッドボールを当てたんですよ。はい、それで僕が先発であの近めには攻めていける投げてるんですけども、はい、当てることはなかったんですよね。はい、そしたらペタさんが試合中怒って、はい、うちのピッチャーは俺を守ってくれねえ俺は帰るっていうふうに。<laughs> 試合中帰っていっちゃいました <laughs> これどういうことかっていうと <laughs> はい、はい、結構やっぱ打つから相手チームからかなりマークされてたんですよ、うん、だそれまでに結構当てられてたんですよ、うん、でアメリカだったらその何回も当てられてたら、うんうん もう当て返すっていうのがそのメジャーの中での当たり前だったんだけどヤクルトサルそれやってなかったんですよで、それで4番バッターであったりメインのバッター相手チームを抑えてたら問題ないんだけれどもまあまあ打たれちゃったんですよで、こっちの4番当てられるのに向こうの4番に打たれるじゃあお前ら何やってんだってなるじゃないですかそれのとどめのピッチングは彼だったっていう帰ってったマジ大やばいっていう本当に帰っちゃったんですかあったでも覚えてる俺も帰ったの じゃあ,あ、の、もう、四番、違う方が出て。そう、もう帰っちゃってるから、うん、その時、多分オルガ夫人と、多分コーヒー飲んでる。オルガ夫人と、出てる。オルガ夫人と。いろいろあったんですよ。だから、オルガ夫人が来てる、もう遠征先にも来るから。もう、一緒にね、新幹線乗って、もう多分契約に入れてましたよ。で、選手の食堂に、来る契約もしてたから。みんな食ってるけど、横にオルガいるんですよ。<laughs> でも全然気にはなんなかったけどね。いや面白かったです。すごいクラブハウスとかあのエレベーターで、あれオルガがいるって匂いでわかる。香水の匂いがすごいんで。香水オルガ来てると思ったらやっぱいるんですよね。まあどこでもいるんですよオルガ。すごいでも仲がいい夫婦だったんですね。あ仲良しそうですね。でも僕オルガ夫人結構好きでしたよ。僕とかにも結構優しくしてくれたりとか、あなた若いのに頑張ってるわねみたいな言ってくれて。 すごく関係良かったんですけど、うん、まあ、はい、結論から言うとこの後離婚してます <laughs> <laughs> まっていうので、そうですね。はい、あの結構あのお友達のお母さんと結婚されたということでね、でで結構話題になったんですよね。うん はいそんなオルガ夫人そんなにいたんですねはいすごいすごい貴重なお話でした毎週来て多分球場から歩いて手繋いで帰ってました存在感がすごかったですね素敵なでもカップルでした本当にもう別れて悲しかったもん何があったんでしょうねペタ地に別れたのかオルガさんしてたのか何があったのかそうそう僕はちょっと悲しか本当に悲しかった まあ仲良い姿見てるとね、そうですね。さあそしてイムチャンヨン選手はいも印象に残っていると。やっぱりそのまあ両端もちろん抑えやってましたけども抑えで本当に印象的で成績残したってイムさんすごかったですね。はい。ものすごいダンディですしかっこよかったですね。うん。2010年に35セーブというね記録もあります。すごいバネのある投げ方でね。 すごい玉投げてましたね。WBC でも決勝戦で対戦されてますよね。うんそれこそ今ここのスタジオがね赤坂近いじゃないですか。赤坂よく行ってました一緒に美味しい韓国料理とか連れて行ってまったりとか。おいしいで美味しかったな韓国料理。でも辛いの苦手なんだよ実は。そうそうそう。そうなんですか。辛いのダメ。ダメって言って。ダメ。 韓国人の方って辛いの苦手な方いないと思ってました。そうなんですよ。なんから美味しい僕もご飯、これ辛くて美味しいよって連れてったら。僕辛いのダメって言われた。<laughs> ごめんユンさんっていう。<laughs> すごい意外な一面ですね。うん、<あ>これもヤクルトハムインパクト残ってるよね。そうですね。うん、インパクトあった。そうですね。これ吉典投手かな。うん、吉典投手。ああ、こうやって聞くと、私もまだあの全然見てなかった頃の選手とかもいるんですけど、すごい面白いですね。うん,うん いろんな方がいたなというふうにねファンの方も懐かしいんじゃないかなとはい思いますあの結構コメントもすごいですねたくさんいただいていますどれくらいの年代の人が見てるかによってはさ、うん、全然知らないのが履いたよねっていうね、うん、共感できるのかっていうところですよね、うん、あ,あのなんかコメントではオルガ夫人とは離婚してないみたいですねっていう本当はいなんかコメントではありますちょっとねちょうど調べてみようかなと思いますが、うん、いやしたと思うんだよ僕悲しかったの覚えてるから。 あ、なんか多分、えー、ヤクルト以外のチームのファンの方はイム・チャンヨンとオン・スンファンは打てる気がしなかったよとかあ<ー>、うん、あイチローさんが WBC で打ったのがイムさんでしたっけそんな話したよね,ねこれがなんか複雑でねだからオリンピックの時にだからその時 WBC だよね、うん、で今回オリンピックで、うん、ヤクルトのマグガフがね、はい 打たれちゃったんですよ。複雑でね。複雑だよね。やっぱね、ヤクルトファンから。やっぱ、そっか、日本も応援するけど、自チームメイト、チームメイト投げてると、そっちも応援したくなると思う。頑張れ。でも、マクガフ。頑張れ。そうそうそう。これでも、ヤクルトファンは、やっぱ見てたら、複雑だったんじゃないんですかね。そうですね。やっぱり、たれてるところは、見たくないですもんね。そう、だから、やっぱね、チームメイトとし応援したいけど、日本にも勝ってもらいたいっていうところでね。めちゃくちゃ複雑だったと思います。はい。 あ、本当皆さん、たくさんコメントありがとうございます。あの、松岡五十嵐無茶縁の勝ちパターンが打てる気がしなかったですよとかで、ね。うん、そう、いろいろと。うん、松剣、入っている時あったのか、逆に、俺、そんな。あ、彼女が動いてないな。その、勝利の方程式ですよね。<っ>もう,うん。うんそうですね。ね、いろいろと、ちょっと、コメント、まだまだ拾っていきたいんですが、ちょっと、もう、お時間も来てしまいましたので。うん、はい、ここまでとさせていただきます。